ヘボさん、ユッピーだぜ。ねえ。ということで、今日はですね、神田カレーグランプリというカレーフェスですね。全国のカレーが集まってるというわけではなくて、神田地区みたいなもん。そうだね、この辺の、だからラーメン激戦区だったり、カレー激戦区だったんですよ。しゃべしゃべ。その中で、一番決めると。だってみんな。だからちょっといろんなカレーをね、今から食べていこうかなというふうに思います。ピンコね、カレー大好き。お店の前で並んでるだけじゃないですよね。それ以外にこう中継地点みたいな感じでこう遠くで続きが並んでて、どこも混んでるね。そう、どこも混んでる。これは大変激しいね。みんなカレー大好きなんだな、やっぱり。ケルケルと並び始めました。最高でございます。もう食べちゃうんだ。いただきます。はぁ、あ、うまっ。うわ、コクがすごい。うまっ。揚げシューマイ。うん、めっちゃうまいね、これ。シューマイって揚げても美味しいんだ。あ、揚げちゃうんだ。揚げちゃうんだ。ということで、こちらが大正軒さん。去年は準グランプリ。大正軒といえばラーメンなんですけど、そうカレーがあるということで。ほら、こんだけいっぱいある。でも次どこ行くかっていう話にもなってくるからね。やっぱね、3店舗ぐらい食いたいね。そうね、2種類の、カレー屋さん行ってきました。1個がジョイアルカレー、もう1個がオードリー。こんな感じ。いただきました。あ、あ、これ辛い。辛い。続きまして、スープカレー、これすごいね、これ。和牛 100% の、何？ひき肉が入ったスープカレーですね。いただきます。あ、次。肉の旨味がすごい。あ、俺これめっちゃ好きだわ。美味しい。まあ、3つ食べましたけど、投票権を今回、大正軒さんに、ね、入れたいと思います。探して。あ、あれだ。入れます。結果はなんか後ほど分かるみたいなので、それはテロップでこの後出します。カレーグランプリでございました。ということで終わりたいと思います。ブンブン、カレー美味しいもん。あ、ちょっと